1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。6号艇の宮地コースタートを切っています。4号艇の中野もいいスタートです。逃げ体勢、1号艇の矢野、角からまくりに行く4号艇中野、空いた内に2号艇の松田と3号艇長野が続いていきます。打ち刺した2号艇の松田優希、離れた外に1号艇矢野、2艇のトップ争いに、間から5号艇の磯部、最内は3号艇長野、後方4号艇中野、6号艇宮地の順でスタートは正常です。内から2号艇の松田優希、握った1号艇の矢野に切り込む5号艇磯部、間は3号艇の長野に6号艇宮地も続きます。先頭は2号艇松田優希、リードは3艇身、単独先頭、間から5号艇磯部が2番手、外に1号艇矢野、内からは6号艇宮地が続いています。2号艇松田優希が先頭、2番手は最内から6号艇の宮地、握った1号艇の矢野、内から切り込みます5号艇の磯部でバックストレッチ入ってきます。2番手争いですが、6号艇の宮地がわずかに前か、内からは5号艇の磯部、差がなく1号艇矢野、3艇がこの圏内、その後ろに4号艇中野、3号艇長野は最後方です。2番手争いが熾烈、最内から5号艇の磯部が今度は先に旋回、内から切り込む6号艇宮地、外行ったのは1号艇の矢野です。内から6号艇の宮地元木が2番手依然として前か。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ほぼ横一線揃ったスタート、中でも3号艇貝原、4号艇上田いいスタートか。逃げ体勢、1号艇の宮地をまくりに行った3号艇の貝原、刺すのは2号艇西橋と4号艇の上田ですが、押し切った1号艇の宮地元木が先頭。起こしもスムーズに来ましたか？来ました。はいはい。でスタートタイミングコンマ1連あたりで、追い風のおかげし、はい、追い風のおかげ、はい、船足のおかげというのは、あ、もちろん、はい、行き足は良くて追い風もあって、はいはい、なるほど。いやちょっと3番の付け間早すぎて一人でに飛びついてはまりに行きそうなんで、まあでもググッと横流れせずに、はい、うん、それは感じましたね。2番も波ちゃんですしね、うん、体重違いますから、ピット離れからもう、ね、ヒヤヒヤやし、はい、したら今度は3番のもう早い付け前来るし、ここはちょっと敵が強かったっすね。なるほど。上の方でしょうね、はい、はいはい、上位グループの一角。そうですね、はい。その中で伸び出足それぞれ特徴とかっていうのはいかがですか？多分どっちも、うん、前半レースもなんかしっかりターンもできてましたし、うん、体幹ちょっとウィーって言ってる感じとかあるんですけど、まあなりにいいです、はいはい、前走者違和感やったんですけど、違和感お前のままなとちょっと回りすぎやな、はい、はい、もう今は宮津選手流になったわけですね。はい、はい、はい。